この V みたいなね、なんかものがあったりして、ゴミにはこと書かないんですけども、ここに上がってる発泡スチロールでしょ、細かくだんだんとね砕けていくんですよ、ね、これがマイクロプラスチックになって魚の体内に蓄積されるということですね。恐ろしい。